起きたら左足が歩くだけでつっちゃう。仕事行けないよ。行かなきゃいいじゃん。そこは仕事は行かないべきだよね。だって足がつってるんだもん。だってそれは無理でしょ。肉離れしてるのでは。病気へ。病院だって。僕も昔寝て起きたら左の肩が激痛走りすぎて、もう首動かせないし起きられないことがあった。僕は思ったね、確実にこれは肩がんだと。ついに、まあ、親父もやっぱり肺がんで代々眼科系だから、僕もついに肩ががんになった。それくらい痛かった。肩がん 100% 肩がん入ったと。でやっぱ左肩を揉んだらちょっと固めになってんだよね。はい、がんですと言ったわ。僕も病院行った。レントゲン撮った。そしたら俺寝違いまあこれ寝違い、ちょっとあの肘、ちょっと肘確認で叩かせてもらっていいですか。叩く、それなんか金槌、木槌か、医者が持ってきて、ちょ肘叩くから反射見るわっつって、カンカンって叩いたら、カンカンって、あ、どうどうって言われても、まあ叩かれてますけどみたいな感覚ある、まあありますけど、はい寝違え、はい寝違え、じゃあサロンパス出しときますね。か金槌で叩いたよ、コンコンコンって、はい寝違えです。なんだなんかもっとあんだろう。はるばるネット調べてよ。首だか肩だかの激痛に逆らってよ、救急車も頼まないでよ、はるばる痛みにこらえてさ、医者まで来てさ、やれ1時間とか1時間半とか待たされてさ、診察室入ったら、まあもうちょいなんかあるだろ、肩がんって言えよ。そこは言っとけよ。そ、寝違いだとバカみたいじゃん。2時間も3時間もさ、調べ物からしてきた。バカ、肩がんって言えよ。僕もそこで突っぱねればよかったから、寝違いです。肩がん？先生、本当ですか？くそ、ついに、確かに僕の親父もがんで亡くなったから、がんかけなんすよね。いや、寝違い、いや、でも寝違いですよ。肩がん？先生！バカになりゃよかった。NPC 化すればよかったな。そん時の肩がんじゃなくて寝違いは痛かったよ。あんな寝違いあるんだなーって。寝違いって相当痛いんだな。あと、最初動けなかったもん。あ、死んだと思ったもん。起きた瞬間。で、スマホも離れたとこにあるから、救急車呼ぶか、すごく迷って。泣きそうになってた。バカにはできんね、寝違いというのも。まあ、サロンパス、そう、ロキソニンが入った、あれ、まんまあれもらったわ。で、診察料込みで、あれ、いくらだったっけ ?1500 円とかだよな。診察料込みで。確かね。うん、保険適用で診察料込みで1500円なはず。木槌で肘叩くだけで1500円も取れてええな。おー、3割負担だから、これだから5000円ぐらいか。もうええな。僕もやろっかな。整形外科。木槌で肘叩くだけで5000円もらえるんだったら。やろっか。ま、バッチリ聞いたよ。だってロキソニン肩に貼ったらその日に治ったもん。その日っつうか、なんか3時間後に治ってたから。相当良かったよ。で、肩がんってちょっとでもな、なんかもうちょっと言い方あるなって。いや、肩がんと言えとは言わんけど、もうちょっとなんかさ、そのこう大変だったでしょう。いや、これ寝違いの中でも、え、これまさか寝違いのクラス5じゃないですか。うわ、これ確かに病
病状的にはその寝違えの部類には入るんですけども、これ実際には相当きつい痛みもあるし、いやよくここまではるばるいらっしゃいましたねぐらいの接待あってもいいじゃん。だるま落としじゃねえんだからさ傷地でコンコンやってお帰りくださいってさ、バカみてえじゃん。もうちょいなんかもうちょい心のケアが欲しかったなつって、前置き欲しかったなつってな。いやバカなんだけどさ、いやバカなんだよ、いいんだけどさ、いやバカにつける薬はないねみたいなのをさ言いたいのはわかるんだけどさ、もうちょいなんかね接待欲しいな。